皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。不思議なことには裏がある真実があるということで、いろいろな問題を取り上げ解説いたしております。今日のお話は相も変わらずまたトランプ大統領の話ですが、まあ来年の話ですけども、2025年の1月からトランプ政権が始まるわけですが、トランプ大統領、まあ第2期ということになるんですが、このトランプ政権第2期、ここでトランプは何をするか、何が起きるかということ、これは非常に重要でして、日本にもですね、少なからず影響が及ぶということであります。トランプが何をするかということの前にですね、トランプという人間はどういう人間かということをよく理解しておく必要があると思いますね。まあ一言で言うと負けず嫌いということになるんですが、実際に負けても勝つという人なんですよ。よく報道されたことでは、トランプ大統領34件の罪状で有罪判決を受けましたね。ご存知だと思いますが、これはポルノ女優ですかね、いろいろ関係がありまして、これをもみ消すために口止め料を13万ドルでしたかね、1500万かそこら払って、そしてまあ一切口にするなということにしたんですけども、まあまずいことにですね、その口止め料の問題が明るみになって、おまけにですね、13万ドルもらった方からですね、もうあれやこれやあることないことだと思いますけども、トランプはそんなことは知らないと言ってるんですけども、いろんなことがですね、その相手の女優の方から出てきまして、引っ込みがつかなくなったわけですが、でまあ結局裁判の結果ですね、34件の有罪ということになったわけですね。でこの問題はですね、当然のことながらトランプは控訴するわけですが、まあその決着が出る日はですね、大統領選のこともあります関係からですね、来年2025年の2月だか4月だか忘れましたがに伸びてるわけであります。しかしながら地裁の有罪判決が下ったということについてはですね、事実でありまして、負けず嫌いのトランプにしてはですね、悔しいところだと思いますね。一応有罪ということは負けということですから。しかしながらトランプの今までの行動を見てますと、負けても必ず、まあ仕返しと言ってはあれですが、まあ必ず勝ってるわけなんですよ。一旦負けてもその問題で必ず勝つという、これを繰り返してきてるわけですね。したがって今回の34件の有罪判決についても、大統領に就任するのは来年2025年の1月ですから、そしてこの上級裁はその後ですから、そうすれば当然ですね、大統領の特権で恩赦ということで、この事件は消えてなくなりますね。したがって勝つわけであります。もう細かいことを言うとキリがないんですが、いろいろトランプ大統領あちらこちらから訴えられてですね、不動産のトランプタワーを建てるための地上げということがありまして、そのためにはまあそこにあるアパートの住人に出て行ってもらわなきゃいけない。まあお金を払って出てもらうわけなんですが、中にはお金が、金額が不満なのか、あるいはお金に関わりなくそこに住みたいのか、いろいろありまして、なかなか地上げがうまくいかないと。まあ日本でもよくありますけれども、そうするとですね、ほとんどの人は全部お金をもらって立ち退きということになるんですが、どうしても出ないような人がいるわけですね。で、しばらくするとその家がなんか火災で焼失してしまったなんていうことになりまして、なんで火災が起きたのかというと、そこの住人のですね、ストーブの不始末だと。そのためにそのストーブから発火して住宅が燃えたと、こういうふうに消防署の方でですね、そういう発表になってるわけですから、まあトランプさんはラッキーだったということですね。それをラッキーとするならですね、まあ他にもいろいろあるんですが、もうラッキー続きなんですよ。もう何でも無理なことをするためにですね、問題になるんですけども、もちろん事件もあって訴えられてですね、負けそうになるんですが、なんかふと気がつくと勝ってるんですね。運がいいということだと思いますが、まあ大変負けず嫌いで、必ず勝つと、負けても勝つという強い意志と信念を持ってですね、いう方、それがトランプだということが言えますね。まあ本当に運のいい、過去のいろいろ起こったことを見るとですね、こんな運のいい人はいないなというふうに誰でも思う
はずですね。トランプに言わせればですね、運は自分で作るもんだと、こうおっしゃってますから、そうなのかなと、もう思いますけども、いずれにしてもですね、このトランプという人は、何があっても、必ず勝つという信念を持って、今まで必ずそうしてきた方なんですよ。で、大統領になるとですね、今度勝ち負けという点から言いますとね、合衆国、の大統領ですから、この合衆国が勝たなきゃいけないわけなんですよ。まあ国際的には中国であり、どこであり、いろいろ競争相手、あるいは敵対国、いろいろありますけれども、これ必ず勝つということ、これを着々とやってくると思いますね。本家本元のこの合衆国、これがですね、まあ例えば対外的に中国と対抗するというからにはですね、この合衆国がアメリカの中で勝者になってなきゃいけないわけなんですよ。実はですね、来週にですね、こういうふうな小冊子ですね、ご存知の通り小冊子144号というのを出まして、ディープステートに勝てない合衆国って書いてますけれども、今度トランプ大統領がですね、合衆国の大統領になりましたら、ディープステートに勝たなきゃいけないわけですよ。今負けてるわけですから。で、第一期トランプ政権の時もですね、トランプはこのディープステートに勝てなかったんですよ。だから、大統領でありながらやりたいことが全部できなかったと。こういうことなんですよ。で、このディープステートっていうのはですね、軍産複合体とも言いますけども、もう CIA とかペンタゴン、それから軍事産業、それにさらにはですね、マスコミのメインストリーム、主流マスコミですね。これがですね、目に見えないところで繋がってるわけなんですよ。どういうことかって言いますと、例えば日本でも官僚制度、官僚というのがですね、日本を事実上動かしてるわけなんですが、アメリカもそうなんですよ。いろいろ大統領とか、なんとか長官とか大臣ですね、は表でいろんなことをこう言いますけども、実際にですね、裏で動かしてるのは官僚なんですよ。まあそれはもう日本、アメリカ、ヨーロッパ、どこでも同じですが、官僚というのがですね、これ行政機関ですから、これが実際上ですね、こう、力を握ってるわけなんですよ。だから、この官僚にですね、今言った軍事産業の人間とか、CIA の人間とか、マスコミの人間とか、これがですね、この行政の中の局長であるとか、部長であるとか、そういうところに入ってるわけなんですよ。ね。だから目に見えないけれども、俗に言う軍産複合体ディープステート。このメンバーがですね、ずーっと網羅されてるわけなんですよ。一人や二人じゃないんですよ。だからトランプ大統領は第一期でですね、これはもうとてもダメだと。このディープステートを倒さないと、改革しないと、いくら大統領になっても何もできないと、名ばかりの大統領だと。今までの大統領はみんな、ばかりの大統領で、実際はディープステートに動かされてきてると。これはもう、まあ私が見てもまず間違いない話なんです。で、トランプはこのディープステートに勝てない合衆国ということを知ってるわけですから、今度はトランプはこのディープステートに勝とうとするわけですよ。これが第2期トランプ政権、トランプはどうしてもやらなきゃいけないことの一つなんです。で、今言われてることはですね、軍産複合体その他からですね、息のかかったのが官僚として、隅々までトップから下に至るまでですね、いるわけですね。だからこれを変えてしまわなければですね、何もできないということになるんですよ。だからこれを変えるったって大変なことなんですが、今トランプが考えていることはですね、あるいは計画していることは、だいたい人数にして5万人だそうです。5万人ですよ。今の官僚の中の5万人を全部すり替える。切り替えるんです。もう全部首ですよ。そして新しい人間を入れると。まあトランプはやるでしょうね。ということは第一期で何もできなかったんですから、それはこの5万人からの官僚がバッチリ根を張ってですね、トランプの言うことを聞かないわけなんです。だから今度は聞かさなきゃいけない。ね。すなわち、この私の小冊子の一番上に書いてあるディープステートに勝てない。だからトランプはディープステートに勝たなきゃいけない。これが彼の仕事のまず第一ですよ。それは官僚5万人の入れ替えと。これをもう必ずやると思いますね。で、その次にですね、彼がやろうとしていることは、ドルの発行権を持つ FRB に勝てない合衆国って書いてますけど、トランプはドルの発行権がないんですよ。ね、合衆国はお金がないと何もできない。ね、お金は中央銀行が発行権を持ってるんです。FRB が。FRB が発行権を持っているんですよ。つまり、国家にとって命の次に大事な、安全の次に大事なマネー、お金をですね、FRB に抑えられてるわけですよ。だから、トランプは今度はこの FRB のドルの発行権を合衆国、まあ、財務省になると思いますが、そこへですね、移行する運動をやってくるでしょうね。うん。これはものすごい抵抗があるでしょうけども、トランプはこれをやらなければ勝てないわけです。
官僚を全部、その自分の息のかかった人間に入れ替えて、もう、肝心要の金が自分以外の人間に握られてるということじゃ話にならない。だから、まずは、これをやっていきますね。で、ケネディ大統領が昔、FRB のドルの発行権を財務省に移そうとしたら暗殺されたわけですが、トランプはそれを覚悟でやってくると思いますね。しかしながら、まだ暗殺されてないわけですから、FRB の大株主はユダヤ資本ですから。で、しかも今度選挙でですね、トランプを応援したのはウォール街、すなわちユダヤ資本ですから、これはどういうことになってるのかなというふうに皆さん思うと思いますが、その不思議な話はですね、この小冊子をぜひ、ご購読いただければはっきりとわかると思います。今日のですね、放送この辺で終わりといたします。くれぐれもですね、この小冊子144、これをお読みいただきたいと思います。不思議なことの答えが書いてあります。